I'd probably break free. I could have my ways and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion, illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go on. I'm drinking beer right out my coffee cup. はい、かぼちゃが大きくなりすぎてしまったので、今から畑を作りたいと思います。ちょっと行きましょう。はい。はい、こんにちは。しーちゃんとリリーです。今日は家の庭に泥を持ってきました。じゃねえ。畑を作りに行きます。はい、行ってきましょうね。はい、ひーちゃんの畑を紹介してください。バッテリー変えないとダメよ。なんかね、かぼちゃ植えたらさ、なんか2年前の種なんだけど、こんなことになっちゃって。とりあえずひーちゃんの畑はこんなんなんですけどね、かわいいよね。スイカとかさ書いてあって、トマトとかは。だがしかし、だがしかし、ある日突然家の横に大量の糞と土が舞い降りてきました。うん、これをこっちがね、あのね、牛糞で、こっちが土らしいんだけど、困ったね。そう、臭いんだよねえ、ヒート。だから今からさ、これを混ぜろって言われたのわけ、土とね、糞を。でどうやって混ぜるのってなったんだけど、うちら用品ないから手で掘ることにすんだ。すんだ。さっきちょっとやったんだけど飽きたんで、 YouTube 撮るんだったらやれんじゃんということで、今から掘っていきたいと思います。タイムラプスがいいか。はい、あのですね、もうドローンで撮ることにします。はい、大丈夫ここ。ちょっとここに柱あるだけ。いいよ、ドローンで飛ばすよ、撮るよ。はい、レディーゴー。行け、よっしゃ、飛んだ。どうすかな、ちょっと音うるさいんじゃねえかな。風、上行ってみて、上行ってみて、いいぞ。これ、うん、あっちが来て、下。あ、いいね、いいね、いいね。画角決めるから。いい感じだよ。コメントが更新されました。うん、これでちょっと撮っとくわ。ね、4K だから、ちょっと風に流されて家とかにぶつかって落ちたら最悪。行こう、掘りましょう。はい、今から掘ってきます。風すげえけど、'cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again? Something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, something new. Then I would have what it takes.Make you feel like you're safe. 'Cause all I need is just someone like you, someone like you.
はい、何ドローンがなんか警報みたいになってるよ。え、大丈夫だよ。はい、ひーちゃん掘ってる。なんか髪の毛すごいことになってきたよ。疲れた。みんなに画角変える？変えなくていいかも。もうちょっと上まで上げましょうか。ダメだよ。いいじゃん。はい。やってください。近くに。いや、これ私有地だからいいんじゃん。飛ばしよう。うん。でもいいよ、早く掘ろうよ。そんなのやってる暇ねえ、飛ばしてる。では、掘ってきます。飛ばしたい。じゃあ、これで始まる。見てやってみてね。ねえ、ここの土って硬い？こっち土なんだよ。はい、もうね、めんどくさいから斜めってか、かさ増し畑でいいんじゃねえかっていう。しかもなんか、どっちが糞とかわかんないよね、うちらには。なんか上がってるけど、ちょっと待ってね、みんなに見せよう。はい、こんなの見てもさ、素人目線じゃわかんなくね、どっちが何かは。まあ、いいんだよ、かぼちゃが植えれればさ。やばい、風に煽られすぎたら、え、これ操作するしかない。風に煽られすぎたら、ここはもう下ろして。下ろす？うん。どうぞ。どうよ。え、そんな無理でしょ。100メーター無理だよ。でもぶつかるよ、これ屋根。もうちょっと前にやんないと。力取る。じゃあそれダメだ。ダメ、やめて。どうぞ。何？あ、無理無理無理、怖い。せーの、俺死ぬ。すごい。ママ嫌われてんじゃん。嫌われてないわ。嫌われてるね、かっこいいだろ。かっこいいだろ。では植えたいと思います。はい、はい、この家の中栽培のかぼちゃたちがものすごく大きくなって、同じ日に植えた外のかぼちゃはこのぐらいでございます。もうこれ結構限界よね。これを植えていきたいと思うけど、これに刺したくないんだよな。やっぱ画角遠いね。いい？さっきので、さっきの画角でいきましょう。ドローン準備。え、ドローン準備持ってきて。手から飛ばすんだよ、砂利やだもん。あ、クミの木みたいなの生えてるね。あ、タコ持ってるみたい。タコ持ってる。はい、何パー？81。飛ばして。いくよ、うん、大丈夫？うん、いいよ。いきます。はい、いくよ、うん。更新された。ポジチェック。更新された。再生。再生。抜くよ。はい。ポス。ポス。ねえ、ねえ。ねえ、ねえ。ねえ、ねえ。ママ、平らにしていい？うん。平らにしよう。え、平らにする必要ある？え？もうめんどくさいから植えていいかな？ねえ。え、続かないでよ、そんなに。何個も植えんだよ。ねえ。お願いします。ね。
違う、ここはさ、いや、真ん中だよね。はい、ママが行くそうです。いいいいいい、なんかさ、不安になるんだけど、これは絶対なんか YouTuber 殺しだよね、あれ、ドローン音、ドローンの音、YouTuber 殺しだよね。ああ、いや、でもさ、ドローンはドローン映像で普通使うからさ、畑、家庭菜園でドローンなんて、雑だよね、ママ。なんだろうね、雑なの。それなんだよな。それが土じゃなかったら。それだよね。ね。俺も行ってきまーす。いや、なんかこれ土じゃないんじゃない？この間ここら辺にバラまかなかった。これはオッケーだとして、はい、次ね。あんまり次まだまだあります。次ここから行きましょう。まだここまであります。ここ行きましょうか。ここ、ここなんか良さそうじゃない？日当たりどう？そうですね。え、なんか絶対なんかこれさ、うに見えてきたんだけど、違う？うに？う、う、うんだよ。う、うん、ちゃんと撮ってくださいよ。うんこですよ。かわいいかぼちゃだ。かわいいかぼちゃって言われる方。でもこっちもさ、別に父かって言われたらどれが父なのかわかんないよね。
どっちだって言われてもどっちもフンだよね。フンの上にかぼちゃを植えてかぼちゃがなるの？マジで。このかぼちゃがさ1週間経って、1週間経っても枯れないようであれば、うん、新たな、ね、なんか匂いすごいよこの土。土？本当に土なの？土じゃん。なんか匂いやばいよ。あなた土なんですか？いやなんか違うんじゃんこれ。あれ色も絶対違うよね。でももう土ミックスしておけばいいんじゃないの？ここら辺に。土ミックス。ミックスバーリーのしとけば。DJ 土。DJ 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 土がお届け現場からお届けします。ニュースでございます。ふんにかぼちゃを植えてなるんですか？ふんにかぼちゃを植えてなんですか？こんなに密集させる必要ありますか？かぼちゃこんなに広いのに畑。ないですね。とりあえず密集させとか。もうちょっと広げてやってほしい。名前考えて決めたここ。聞いて、なんていう名前か。ふん畑。違うよ、かぼちゃ、かぼちゃの丘。かぼちゃの丘だよ。かぼちゃのお墓じゃね。それは言えない。なんかやっぱさ、臭くね、この土。土じゃないんじゃない？そう。なんかいろいろ混ざってるし、ネチョネチョしてるしさ。ネチョネチョ言い過ぎる。ホームセンターで買ったこっちの土とは色が違うしさ。大神だ。ハエとかたかってるしさ。それはまあ牛のうんこだからね。え、本当にこれわかんないんだよね。持ち主有名の父でございます。何も言われてないよ。これ混ぜればいいから混ぜればいいからって言われたけど、どっちがどっちって感じだよね。うん、どっちがどっちって混ぜないで使ってます。なんかかぼちゃ、いやなんか手触りちょっと怪しい。手触り、かぼちゃしか植えないママの顔映んないからね。え、映してよ。だって家映っちゃう。いいよ、後ろの家とかうちが映んなければいいよ。なあ、なんでうち映んない？え、ボロいから。大丈夫、リリーハウスってマップに載ってんだ。え、かぼちゃ畑だよね。、うん、かぼちゃ丘。食べれないかぼちゃの丘。そうだよ、食べれないかぼちゃの丘。魔女は、はい、魔女は食べれないかぼちゃを植えてます。食べれないかぼちゃを。意味わかんないこと言ってるよね、マジでこの人。ひたすら植えてます。もうおかしいです、この人は。これ絶対踏んだから。いいんだよ、もう。ねえ、ちょっと自撮りしてよ。手ベタベタだもん。見てこれ、皆さん。ねえ、じゃあこの中のお相撲植えてていい？ねえ、お相撲もでかくなるから植えてていい？やだ。ねえ、これ大丈夫？ねえ、ママ、俺疲れた思ってんの。え、じゃあもう止めよう。一回止めて置いてきて。どこに？落とせよ、落とせよ。撮影の裏側撮ってました。撮影の裏側。踏まないでよ。絶対これ全部うんこ。マジ撮ってっかね。絶対全部うんこ。うん、うん、うん。まっすぐにしてカメラ。あのマイク落ちるか。違うよ、こうやって撮りやすいの。全部じゃん、こうやって撮れる。結構撮りやすいよ。あの、う、うん、うんこ。この画角が好き。うんこ。なんで撮りにくいなの。はい、撮りにくい。どうしようこれ全部。うん、うんこ、うんこ。ここうんこ、いやあんまりうんこ言っちゃダメだ。もうやめよ。でこれ全部さ、育った死んだらどうする明日に。うん、お墓になっちゃう。ここここお墓になっちゃう。かぼちゃお墓になっちゃう。ここに植えたものは全員死んできます。だから明日になって全員帰ったら家の中で育てる。消えてたらどうする。え、どうしよう。そしたら一個さ違うとこに植える。なんか念のため。あ、いて。どうする。見てください、俺の自転車かっこいいだろ。マウンテンバイクやで。7000円で買ったマウンテンバイクやで。1個プランター栽培する。え、1個だけプランターで外側を育てる。うん、ね、あ、待って、ねえ、その中にさ、メロンの種入ってたんだけど。はぁ、ね、メロンの種植えてたんだけど。いつの。昨日の。あの夕張りメロン。うん、台所にいっぱいあんじゃん。朝日メロン。朝日メロンだよ。ねえママ、ね、中入ったらメロン食べていい？中入ったらメロン食べていい？ね、レモンじゃねえ。心配になってきたからさ、
ねえ、うわ、根っこすごいしさ、心配だからさ、こいつさ、このままここで育てない？確かに心配じゃない？お墓になりたくないからねえ、ね、ママ、俺ブレるんだけど、こっちに置いといていい？ねえ、やだ。なんで？これ、こいつさ、プランター栽培してく？合体させてさ、合体。あ、おへへ、あ、もっと枯れるわ、もっと枯れるわ、あ、もっと枯れるわ、根っこだらけ出てきた。あ、もっと枯れるわ。全部根っこ切れたんじゃん。そう、今ので、だってこの中根っこしか入ってないやつ。マジ？こいつはこれ？え、うん、白いの見て、根っこ。こいつここの、このまま外を置こうぜ。ねえ、なんで根っこばっかり取れてんの？事件じゃない？明日には死ぬわ。明日にはお別れ、別れの言葉はなしかだよ。別れの言葉はなしか。ね、見て見て、ママこっちはどうすんの？え、だからそっち植える。こいつはここで元気に育ってもらうとして、プランターこっちで植える。ちょっとこれもそっちね。多分明日にはお別れ。俺のキュウリ、スイカ、メロン、あ、バジル、シシトウ、メロン、ピーマン、フルーツマト、あ、こっちピーマン、これシシトウ、これ黄色アイコ、普通のアイコ、キュウリ生えてきました、カボチャも生えてきました。なんかこいつらのちっちゃい方が元気そうですね。キュウリみたい、ちっちゃいの。だからキュウリみたい。ほら、カボチャいいと種割れて出てきたんだよ、こうやって。うん、なんだよ、パカーンって桃太郎が出てきたんだよ。どっからカボチャが生えてくるかわかんないから、いろいろなとこに試しとこう。今日種全部取っといたんだよ、2年前にね。え、メロン？うん、本当でしょこれ、うん、これは楽天で300円で買った5粒の種からこんなに成長しました。ね、買ってなくね？楽天で買ったんだよ、1回2年前に。初めて。うん、で、それから取れたやつを取っといて。そうそうそう、2年間2年間取っといて入るんだね。10年間持っといたら ダメなのかな。ね、ママ、これ5個食べて大丈夫？年には寝よう。ね、うん、いいよ。大丈夫？年には寝よう。かけて、どんなとこに。どうせさ、プランターに置いててさ、死ぬぐらいならこっちで死んだ方がまだいいよね、このカボチャたち。うん、確かに、このカボチャたちは幸せだよ、きっと。うちらに、うちの愛情込まれて。普通の人たちさ、オレンジのカボチャ掘って種捨てるでしょ。それはママはわざわざさ、ずっと2年間も取っといてあげてんだよ。そうだよ、この種たち感謝しろって感じ。いや、ママに感謝どころじゃねえよ。愛情注がれてるよ、ヒートより。めっちゃっぶち殺していい、ぶち殺していい、土の中に埋めていい。もう根っこ、こうなってんですよ。雲の巣みたいじゃない、なんか、うん、え、なんか鳥の巣みたい。これ根っこ、このままさ、まあ1週間経ってもこいつらが死ななければ成功ってことじゃない？いろんなとこに植えて、かぼちゃの丘。1週間経たないで死ぬから大丈夫。これ一応取っとこ。それはヨモギだ。ヨモヤ、ヨモヤだ。これは堆肥栽培。やめて、そっち行かないで。もうできん、できん。お箱、お墓、お箱は、お墓。ちゃんとフレーム見てよ。フレーム見てる。マジであんま歩かないで、本当にイライラするんだけど。自分の畑荒らされてる気分。あ、こういう気持ち、イノシシに荒らされる人の気持ちって。そう。急にイライラすんじゃん。ね、ママ、ここ通り道作っとこ。やめてよ。ほら、ここ通り道。ね、今思ったんだけどさ、うん、近くに水道ねえじゃん。水やりどうすんの？あ、台所近いじゃん、ほら。台所近くね、うん、誰か募集中。毎日雨降ればいい。誰か水やり募集中。違う、今から梅雨だから、どうせ毎日雨になるでしょ。梅雨入りしても雨降んなかったらファッキューだよ。大丈夫、ザワは雨だよ。コウモリうるさ。フクロウです。フクロウか。コウモリはあんまりこんな声じゃねえや。ねえ、埋まるんだけど足。ヨモギじゃないよ、これトゲトゲだよ。ちょいってやつ、ムカつくやつ。生命力が強いことは信じよ。ママ、ママ、イノシシ
畑荒らされてる。気分はこういう感じでしょ。ほら見て、見て。マジでやめて、本当にやめて。大で踏まないようにしてるから。やめて。いや畑に子供来る農家が嫌な気持ちってこういう気持ちなんじゃない？頼むぞあいつみたいな。で人の子だから言えないじゃんみんな。そうなんでね。ね、あんまりそっち行くなよとかさ。いや子供って嫌だね。畑に来る。俺は平気で歩かないけどあんまり。大丈夫、俺ちゃんと見て歩いてるから。これ植えてみてさ、明日とか3日後ぐらいに様子見てさ、うん、大丈夫そうだったらもっと行って、ダメそうだったらさちょっと頼もうよ。誰に？いろんな人に。違うよ、畑を借りんだよ。借りんの？植えててもらうの。そういうこと？うちらで全部殺しちゃうかもしれない。殺人鬼がここにいます。バネ落ちてる。トングラ。果たしてさ、いやこれが土かわかんないじゃん。うんこかもしんないじゃん。見て、ママトング見つけた。さっきからミミズなんて一匹もいないよ。虫いないよね、この土。そりゃそうだろ、虫って中にいるじゃん。待って、やっぱりこれうんこ確定？うんこ確定？普通の土だったらミミズ出てくる。出てくる。一匹も出てこないってことはさ、全部全部あれ、ま、もしかして全部はうんこ。ね、ママトング見つけた。トング、トングでカボチャ掴んでいい。これさ、生えんのかな、こんな密集さ。ねえ、なんか虫うざいんだけど、顔の周り。ちょっとあんたの足元に一個いくわ、これ。うわぁ、踏むとこ。カボチャ踏むとこして。終わり。めんどくさい。ねえ、エンディング撮ろう。ねえ、まだあんの？何が？カボチャ。あそこにいっぱいある。ああ。はい、エンディング撮りましょう。行こう。はい。うんこをトングで使ってる。はい。はい、ひんちゃんと、まあほとんど私だけど、うんこだ。え？多分土っぽいとこ、わかんないけど。くそ、くそ。やばいでしょ。なんかかぼちゃをとにかく植えてみたんで、数日待ってみたいと思います。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。絶対うんこじゃん。ね。自転車の。はい、次の日です。なんかさ、昨日夜爆風だったからかわかんないけどさ、全部枯れてんだけど。どういうこと？おはようございます。おはようございます。枯れましたね。え？枯れましたね。なんなん？マジこれとか。なんなん？こいつら引いてんの？いいよ。ちょっと水やる。おはようございます。Day 2のかぼちゃの様子でございます。いやこれ踏んだろ、もう死んだよねこれね。お、でもちょっと復活してるのもあるんじゃないでしょうか。やっぱちっちゃいのはいけそう。どうだかね、終わったやんこれ。お、生命力いったなこれっていう感じで水やりをしたいと思います。はい、すごく雨が降ったんですよ。2日ぐらいかな。そしたらこんなに、いやーこれ堆肥だろうって思うんだけどね。あれこれヒントメロン？出てきたよなんか。え、メロンじゃん。これほらかぼちゃがかぼちゃらしく。え、これかぼちゃじゃない？メロン植えた？かぼちゃ植えてないよ。ママメロン植えた？植えてない。え、なんかほら復活、めっちゃ復活してるんだけど。ママかぼちゃ生えてきてる。え、かぼちゃ、かぼちゃ、それかぼちゃじゃないでしょ。メロン、メロンだって植えたんでしょ。じゃメロンじゃない。え、あのさ植木に植えてさ、え、これはいいです。え、ママ、はい、植木に植えてさ、ママ土にさ返したからさ、こっち、うん、そこにメロンじゃないそれ。じゃあここ台所のメロンも一箇所に植えてみたらバッて。え、これメロン入ってきたんだけど。ちょっと急遽ね、ここにあるさ、あ、こっちもなんか復活してんじゃない。ちょっと折れてんだけど、ねね、生命力半端な。ねえねえ、見たら、これもさ、ちょっとさ、これもどうしようかな、このかぼちゃ、ね、そっちに植えちゃおうかな。ひーちゃんの畑、はい、これはミント、キュウリ、スイカ、これは名前、ね、待って、雨で字消えたよ、ヒート。これメロン。え、それピーマン、それ黄色い、あ、それピーマン、こっちだろ。
トマト。アイコ、黄色アイコ。おお。いいですね。おはようございます。この子はかろうじて生き残っています。いや、どうしよう、この子、そっちに植える？さあ、みんなに見せてあげよう。ね、見て、メロン。え？入ってる、こっちも。さあ、みんなに見せてあげましょう。じゃじゃーん！復活の劇を果たした。ねね。私のかぼちゃたち。ねね、見て、メロン。メロン、メロン。これはひーちゃんがいただいたメロン。朝日メロンだそうです。高級メロンです。じゃーじゃーん！かぼちゃが復活しました。またメロンが立ち上がる。毎日毎日。私じゃなく空が水やりをやってくれて、これはセロリね。今の時期にホームセンターで半額になってるのを買ってきました。はい、これもトマト。やばくない？かぼちゃパッションフルーツも、ほらパッションフルーツも、これトマト。そしてほら、アップルミント、ローズハイセイ、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 レモンバーン、ペパーミントにパセリ。これのかぼちゃとかやばくないわ。もう実出てんの？これ出てない、うん、花このサイズだよ、マジで。ああ、実出てんじゃん。これもほら日当たりね、多分こっち西日でこうガーってくるから、西日とみんなに紹介していこうかな。私の畑やばいっしょこれね。え、あんなに枯れてたの大きくなると思わない。シソ、はい、待って、こいつシソここね。なんだ、そっかそっか、植えた時この子いなかった。隠れてくね、どんどん。シソ、これもシソ、シソ、はい。100円だったのでパッションフルーツ植えましたね。はい、かぼちゃ。そんでこれがハバネロトマトでしょ、かぼちゃでしょ、かぼちゃでしょ、かぼちゃ、かぼちゃ。なんかこれ死にかけてない？かぼちゃに、これもかぼちゃ、かぼちゃ。こいつは忘れた。 やばくない？あの死にかけたのがここまで復活、やばいよね、この森みたいな畑。いや、なんだろう、多分よくわかんない。多分かぼちゃ、みんな多分思ってんのはさ、へっ、今にかぼちゃで全部フルーツとかこういう野菜埋めるぜって思ってるね。うん、いや、いいと思う。すごい好き。かわいい。はい、こんな感じでまたレポートしていきます。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。If I had the chance, I'd probably break free. I could have my weights and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion. Illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go up. I'm drinking beer right out my coffee.